すごく嬉しいです。久しぶりの甲子園でのゲームとなりました。どんな気持ちでマウンドに上がりましたか？カードの頭を任されてるので、先週は勝てなかったんで、今日は何としても、いい流れを最初に持ってこようと思って、はい、投げました。8回1失点の素晴らしいピッチング、ご自身で振り返ってみていかがですか？苦しいところは何度もあったんですけど、まあ、梅野さんのリードと、あとはバックの人たちが本当に、ナイスプレーが押してくれたので、はい、よかったなと思います。高橋さんは先発3試合で22イニング2失点と素晴らしいピッチングが続いていますが、好調の要因は一体何なんでしょうか？いや本当に、まあ、怪我をして、まあ、しっかりなる方法だったんですけど、練習をして必ずこう一軍で活躍するのって強い気持ちを持って練習してきたので、こうして2勝目を挙げれて、はい、嬉しいです。ファンの皆さんは次の登板も楽しみにしているかと思います。次の登板に向けて最後に一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。本当に、ピンチの時とか、ピンチを抑えた時はすごい声援は聞こえているので、本当にいつも勇気をもらってます。また応援お願いします。でした。そしてその高橋投手を援護する逆転のタイムリーを放ちましたサンズ選手です。まずサンズさん、あの場面ですが、3回ワンアウト1塁2塁同点に追いついた後の打席でした。どんな思いでバッターボックスに入りましたか？our guys are doing a great job getting on base in front of me. Yokawa almost hit one out of here and got the first one in, so I just wanted to get a pitch and do my job and get that next run in. そうですね、みんながいい働きをして塁に出ていてくれたことと、また横川選手がしっかり犠牲フライを打ってくれていたので、なんとかそれに続けていけたらなと思って、それでライト前にしっかり打ててよかったです。サンズ選手はここ数日4番としての起用が続いています。甲子園でも今日は初の4番でした。どんな思いで試合に臨んでいたんですか？It's just another spot in the lineup for me. Still have to do my job. Like I said, guys are doing a great job in front of me to get on base. So I'm in the middle of that order to drive them in. Like I said, just do my job every day. まあ、そうですね、自分の仕事をしっかりすることと、あとはやっぱりみんながすごいいい働きをしているっていうのが一番大きいので、まあ初めての甲子園での4番でしたけども、すごい良かったなと思います。そして今日は、サンズさんも監修したという新しいグッズ、ハッピーハンズフェイスタオルというものが発売になりました。今サンズファンの手元にもありますが、こちらです。サンズさんがホームランを放った時に行うパフォーマンス、エアハイタッチがハンズ
ハンズ、ハッピーハンズですね、ハッピーハンズということですが、そのタオルを掲げて応援してくれたファンの姿もあったかと思います。サンズさん、届いていましたか？Yeah, I think it's great. I appreciate you guys continuing to support me. It's a fun little thing, and like I said, hopefully there's a lot of happy hands going around because that means we score a lot of runs. そうですね。今日もちょっと見ていましたし、このハッピーハンズタオル、いい加分ここにできていますので、これからもいっぱい、ハッピーハンズできるように頑張ります。明後日もここ甲子園でゲームがあります。では最後に日本語でサンズさん、ファンの皆さんに一言お願いします。タイガースファンズ、お気に入り。見事逆転タイムリーを放ちましたサンズ選手でした。お卒業どうぞ。お客様へお願いいたします。これからヒーロー選手が来園席に向かいますが、お席から離れることのないようお願いいたします。またみんなで六甲おろしを放映しますが、声を張り上げての合唱はお控えいただき、手拍子や応援バンドなどを使って拍手してください。コロナの関係で取れないですから、ね、ほんで近寄らないようにしたら、でも写真はね、OK、いいですよ、いいですよ、なんだ、そうなんだね、応援したくなるよね、準備されるどうする、ちょっとコップで17年の写真を見せて、あ、いいけど、うん、